な。こいつ今日誕生日迎えてるやつですよ。おい乗せろよ俺も。俺の言った。はい全然。ラリーさんと。明日のラッピングは8:42からなんで。すごいなんか。一戦ゲームまーす。この一戦級なんですけど、今日で16周年かな。なので、まあめっちゃあの時すごかったですよ。2007年10月5日は梅田駅出発してあげてたらしいですよ。ホーデンサーズでね、すごかったな。すげえ。俺一線系がデビューしてから16年。でしかし全体見た目的にはもっと新しいですね。5年前とかでもやかったんで、見た目なんで5.7kg ですね。これだな。なんか見た感じだったらめっちゃ若く見えると思ってたから10年、いや半分ぐらいだから8年とか7年とかでも違和感ないっていうぐらい面積不足だから。Wow.
あー、それは9歳だ。英語は20系。離れた方がいいって。これ多分 HAD だよ。どうするの？前の。あ、忘れたけど、そんな第一人称感じられない。これしかも尼崎止まりです。あ、まだ止まらない。これ延長運転さえ見た目は外せない。これを見た目で延長運転させたらいいじゃない。あれどうすんやろ、あの整備率は。見えますかね、普通見かけ駅になってるんです。あの夜の時間帯で終電間際だと工事閉めてるんですけど、なんかあの今日人身事故あったんでね、行き先変更ですね。あの大井市で人身事故あって、それで見かけ駅に変更されました。そうだけど、まあ仕方ないですね。普通特急なんですけど、まあ特通しないやつですね。見かけ駅なんですけど、これあれですね。まあ今でもこの急行見かけ駅が廃止した分、このこれが特急になって見かけ駅になったっていうのがあります。おもろいな、特急見かけなんか存在してるんだ。特急っていうかマジで